ウェットストリーム。お母さんね、あの、ウマナシャワー入ったんで、うん、ウマナシャワーっていう後輩がいるんですけども、あの、漫才面白いんでね、ちょっと、あの、ネタでも、あら、メロンギウス、カヨさん、早く、お母さんほら、ウマナシャワーでね、お写真とかね、あの、あれしてもらってね、どうもです。皆さんこんばんは、ご機嫌いかがでしょうか。クリス・ペプラーです、まず最初のおはがきでございます。中野ペンネーム足部からいただきました。セックスする女のお友達がいます。しかしフェラチオをしてくれません。理由を聞くと、フェラチオをするとあなたのことを好きになるかもしれない。続けて、でもあなたに嫌われたくないから、いつかフェラチオをしてしまいそうな自分が怖いとのこと。どういうことでしょうか。ペプラーさん解説してください。ちなみにセフレではありません。セックスするお友達です。これは非常にむず、フェラチをするとあなたのことを好きになるかもしれない。続けて、でもあなたに嫌われたくないから、いつかフェラチをしてしまいそうな自分が怖い。もう彼女はもう直するね。フェラをすると思います。そして、あなたがびっくりするようなバキュームフェラーをすると思います。その流れで玉も吸うと思います。そんなお友達だと思います。ウェットストーリー。なかなか考えさせられるおはがきでした。山形県ペンネームまっさらな気持ちからいただきました。僕の水道屋さんの友人は団地妻を二度抱いたそうです。嘘だと思います。ウェットストリー。これはね、本当にもうそういうね、アダルト業界の話であって、そんなことはもうまあないと思います。僕ももう持ってますけれども、すごいブサメンの水道屋さんとベロチューするっていうのを持っています。世田谷区ペンネームガラスのハートからいただきました。我慢汁って言いますが、むしろ我慢できなくて出てきている気がします。そうなんだよね。これはよく気づいたよね。我慢汁じゃもうないんですよね、これに限って言うと。もうそれなら本当出ちゃダメですから。でももう出てきちゃってるっていうことは、もう我慢できずに溢れ出てるということなんで、誰がつけたかわからない我慢汁って言ってますけども、これ出てます。確かにもう出てきています。あなたの言うことが正解だと思います。世田谷区ペンネームガラスのハート、これは我慢汁じゃない、もう出てる、出汁、出汁です。ウェットストリーム。読まれた方全員にウェッティ差し上げたいと思います。皆さんも今宵いかがお過ごしでしょうか。最後の出し、小西さんがあんなに笑ってくれるとは思ってもいませんでした。ウェットストリー。